アメリカ連合国陸軍の将軍、アメリカ連合国陸軍の将軍、アメリカ連合国陸軍の将軍は南北戦争1861年から1865年でアメリカ連合国陸軍、南軍に仕えた上級軍隊指導者である。彼らは多くが南北戦争以前にアメリカ合衆国陸軍の元士官であり、 それ以外のものはその利点に基づいてあるいは要求される必要性に応じて階級を与えられた。南軍将軍の大半がアメリカ連合国議会からの確認を必要としたのは現代のアメリカ軍で将軍になることを見込まれるものへの対応とほぼ同じである。アメリカ連合国軍すべてと同様にこれらの将軍たちはその文民指導者、特にアメリカ連合国大統領にして 連合国の陸軍、海軍及び海兵隊の総司令官である、ジェファーソン・デイビスに対して任を打った。アメリカ連合国陸軍の仕組みの大半は、その議会が1861年2月21日に陸軍省を創設したとき、アメリカ陸軍の構造と慣習に基づいていた。アメリカ連合国陸軍は三つの部分により構成された。すなわち、アメリカ連合国陸軍、 ACSAA、高級的正規軍が意図されたもの、暫定アメリカ連合国陸軍、パクス、志願兵軍、敵対関係がなくなった時に解体されるものお及び様々な南部州民兵隊だった。ウェストポイントの陸軍士官学校の卒業者や、米北戦争の古参兵は、ジェファーソン・デイビスによって強く軍役に、特に召喚として求められた。北軍がそうであったように、 南軍は職業軍人と政治家の将軍がいた。南軍の階級は仕組みや年功序列性においてアメリカ陸軍とほぼ同じだった。1861年2月27日、陸軍の一般幕僚が承認され、総務局長、主警総監、兵団総監、及び軍医総監の4つで構成された。当初軍医総監は参謀将校のみだった。 総務局長の職位は、サミュエル・クーパーが着任し、クーパーはこの職位を、アメリカ陸軍で1853年か辞任するまで、大佐として務めていた、南北戦争を通じて、陸軍監察長官の職と共に務めた。当初のアメリカ連合国陸軍は、志願兵軍も、正規軍も4人の順序を任官しただけだった。しかしアメリカ連合国議会はすぐに少と大将の、 指名を許可する法を成立させ、このことによって各州の民兵隊にいる現役少将よりも明白に上級職にあることを示した。1861年5月16日、順庄の位にある者が5人だけの時にこの法が成立した。その一部は次のようになっていた。1862年9月18日付で中条が承認され、 アメリカ連合国陸軍には将官に四つの階級があることになった。すなわち階級が上がる順に、順将、少将、中将及び大将となった。士官たちは、ジェファーソン・デイビスによって様々な将軍の階級に指名され、また確認され、デイビスは自分で昇進リストも作ることになった。昇進の日付や同じ日に同じ階級に昇進した者の順位はデイビスによって、 通常戦前のアメリカ陸軍で確立されていた指針に従って決定さた。順序は最も多い場合が不評、または公兵旅団指揮官、行為の階級の将軍副官、及び陸軍省参謀士官となった。戦争が終わるまでに暫定アメリカ連合国陸軍には少なくとも383人の順序がおり、アメリカ連合国陸軍には3人、すなわちサミュエル・クーパー。 ロバート・イーリー及びジョセフ・ジョンストンがいた。連帯の旅団への組入れは1861年3月6日にアメリカ連合国議会に寄り任された。巡将はそれら旅団を指揮し、デービスにより指名され、議会上院によって確認されることとされていた。南軍の巡将の任務は北軍のものに近いものだったが、北軍の巡将が時として、 旅団式だけでなく特に戦争の初年には時として師団を指揮したのに対し、南軍の将軍は主に旅団を指揮した。これらの将軍はしばしば軍事方面軍内の小畜も率い、その小畜の兵士たちを指揮することもあった。順将は通常不評連隊を率いる南軍大佐の上位にあった。この階級は現代のアメリカ陸軍では一つ星将軍に相当する。 少将は、極普通の場合は、不評師団長、高位の階級の将軍副官、及び陸軍省参謀士官となった。彼らはまた軍事方面軍を作り上げる、地区軍を率い、その地区軍の複数部隊の指揮を取った。戦争が終わるまでに、少なくとも八十八人の者がこの階級となったが、すべて暫定アメリカ連合国陸軍だった。 師団は1861年3月6日にアメリカ連合国議会により承認され、少将がそれらを指揮した。少将はデービスにより指名され、議会上院によって確認されることとされていた。少将は、准将とそれ以下の士官の上位にあった。この階級は、北軍の少将とは同じではなかった。北軍の少将は、師団、軍団、時には、軍全体を率いた。 この階級は多くの点で、現代のアメリカ陸軍では二つ星将軍に相当する。少々で止まったもののトップ20。アメリカ連合国陸軍には18人の中将がおり、しばしば軍の中の軍団長、あるいは地域とその境界内の兵士すべてを任せられた軍事方面軍の長を務めた。南軍の中将はすべて暫定アメリカ連合国陸軍だった。 アメリカ連合国議会は1862年9月18日に軍団の形成を法律化し、中将がそれらを率いることを指示した。中将はデイビスにより指名され、議会上院によって確認されることとされていた。中将は少々とそれ以下の士官の上位にあった。この階級は北軍の中将とは同じではなかった。北軍のユリシーズ・グラントは、この戦争中に、 唯一の中将であり、1864年にこの階級に任官されてから全北軍を率いた。この階級は、現代のアメリカ陸軍では3つ母子将軍に相当する。アメリカ連合国議会は1964年5月に、暫定アメリカ連合国陸軍の中で、臨時将官をデイビスにより指名され、議会上院によって確認され、かつデイビスにより、 非公級的指揮権を与えられる子で認める法案を成立させた。この法の下でリビスは数人の召喚を相いた地位に指名した。リチャード・イーチ・アンダーソンは1864年5月31日に臨時中将に指名され、北バージニア軍の第一軍団指揮を任せられた5月6日のアラノの戦いでジェームズ・ロングストリート中将が負傷したことによる。 ロングストリートが10月に復帰し、アンダーソンは少々に戻された。ジュバル・アーリーは1864年5月31日に臨時中将に指名され、北バージニア軍の第二軍団指揮を任せられた、リチャード・イーウェル中将が別に任務を当てられたことによる。アーリーはこの職を1864年12月まで務め、やはり少々に戻された。同様に、スティーブン・ディ・リーと アレクサンダー・ピース・チュアート西部戦線での秋を埋めるために臨時中将に指名され、その任務が終わった時に、やはり少々の位に戻された。しかし、リーは1865年3月11日に二度目の中将に指名され、5日後に確認された。当初南部では5人が大将の階級に指名され、その後2人が追加されただけだった。これらの将軍は、 南軍の上級役職を占め、大半は軍全体あるいは軍事方面軍指揮官、またジェファーソン・ディビスの顧問になった。この階級は現代のアメリカ陸軍では四つ母子将軍に相当する。正規にはジェネラルだけだが、現代の文書では一般的な用語である将官と区別できるように、フル・ジェネラルとしばしば表記される。 南軍のすべての大将は、民兵隊のすべての士官よりも上位にあることを確認するために、正規アメリカ連合国陸軍に登録されたが、二つの顕著な例外があった。一つは、エドマンド・カービースミスであり、戦争の終盤に対象に指名されたが、暫定アメリカ連合国陸軍でだった。もう一つは PGT ボーリガードであり、当初暫定アメリカ連合国陸軍の大将に、 指名されたが、2ヶ月後に、同じ昇格日付で、正規アメリカ連合国陸軍大将に昇格した。大将は、あらゆる階級の将官とそれ以下の士官の上位に、一致した。大将に指名された、最初の5人とは、その序列順に、サミュエル・クーパー、アルバート・ジョンストン、ロバート・ E ・ D、ジョセフ・ジョンストン及びボーリガードだった。この序列により、戦闘には参加しない。 三謀召喚であるクーパーが南軍で筆頭の召喚になった。これは南軍の軍事的有効さにもいくつかの影響を与えることになり、特に顕著なものはジョセフ・ジョンストンとジェファーソン・デイビスの間に生じた、そのねじれた対人関係ゆえにだった。ジョンストンは南部のためにアメリカ陸軍を離れた唯一の召喚であり、当然自分が 最高位の召喚になるものと思っていたので、デイビスが承認した序列に不満を抱いた。しかし、ジョンストンのアメリカ陸軍における役目は参謀であって、実戦指揮官ではなく、このことがデイビスをして南軍における序列と階級を考えさせる明らかな指標になった。1864年2月17日、議会はミシシッピ川流域方面軍を指揮する召喚を、 暫定アメリカ連合国陸軍の将軍という階級でデイビスに指名させることを認める法が成立した。エドマンド・カービー・スミスがその地位に指名された唯一の将官となった。ブラックストン・ブラックは上官であるアルバート・ジョンストンが戦死した1862年4月6日付で正規アメリカ連合陸軍の将軍に指名された。議会は1864年5月に 暫定アメリカ連合国陸軍の中で、臨時召喚をデイビスにより指名され、議会上院によって確認され、かつデイビスにより、非公級的指揮権を与えられることで認める、法案成立させた。ジョン・ベルフットは、アトランタ方面作戦の間に、テネシー軍の指揮を取ることになった1864年7月18日に、臨時大将に指名されたが、その指名は議会によって確認されず、 1865年1月に、元の中条の位に戻された。1865年3月、フットの位置づけは、アメリカ連合国上院によって説明された。その条文は次のようなものだった。1863年の間に、ボーリガード、クーパー、ジョセフ・ジョンストン及びリーが2月20日に再指名され、4月23日に、議会によって、 再確認されたことに注意すべきである。これは暫定法によって確認された行為は、高級法によって再確認される必要があるかという4月23日の議論に反応したものであり、2日後の議会法によって再確認された。ロバート・イリーは総司令官、ゼネラル・イン・チーフに指名された唯一の召喚である。 これは戦争も終盤になった1865年1月23日にアメリカ連合国議会によって創設されたが、1862年2月27日には議論になってもいた。ジェファーソン・デイビスは、そのような将軍ならば、大統領の意思なくして一軍あるいは複数の軍を指揮できることになると考え、その年3月14日に議会に対してその地位を作ることについて、 拒絶を意思表明し、さらに拒否権を使った。デイビスは戦争を通じて総司令官の責任の大半を自分で果たし、軍事作戦の管理者と総司令官の両方として行動した。リー、1862年3月から5月と、ブラックストン・ブラック、1864年2月から1865年1月もデイビスに対する軍事顧問としてこれと同じ役割の 大半を果たした。すなわち、南軍の軍事作戦の遂行を伴う任務だった。南部州は、アメリカ独立戦争の時代以来、1792年、アメリカ合衆国民病法に合致する民兵隊を置いていた。それらは、州のミリシアあるいはアーミース、またはガードというような、様々な名前があり、南北戦争が始まった時に活性化され、拡張された。 これらの部隊は民兵隊将軍に指揮されて特定州を守り、時として南軍のために出身州を離れてまで戦おうとはしなかった。南軍の民兵隊は順庄と少々の階級を用いた。1792年アメリカ合衆国民標法の規定は民兵隊を年齢に応じて2つの階級に分けていた。 第一階級は二十一歳から三十歳までの兵士であり、第二階級は十八歳から二十歳までと三十一歳から四十五歳までの兵士を含めいた。南部の諸州は戦争が始まった時にこの仕組みを使っていた。南軍の将軍はすべて将官の階級に関係なく、同じ制服気象を使っていた。リーだけは例外であり、南軍大佐の制服を着ていた。 唯一眼に見える違いは、制服のボタンの集合だった。三つボタンの集合は、中将と少将のものであり、二つボタンの集合は、順将のものだった。アメリカ連合国陸軍の将官はその任務に応じて、給与が支払われ、南軍ドルでいくら支払われるかはその階級と、野戦式を取っているかどうかで違っていた。1861年3月6日、 陸軍に巡庄しかいないとき、その給与は月301ドルであり、その副官の注意は、正規の給与以外に、月35ドルが付加された。上級の召喚が付け加えられると、その給与水準が調整された。1864年6月10日までに、大将は月500ドルを受け取り、野戦部隊を指揮しておれば、さらに500ドルが付加された。また同じ日までに、 中将は月四百五十ドルを受け取り、少将は月三百五十ドル、巡将は野戦部隊を指揮しておれば、正規の給与以外に五十ドルが付加されるものとされた。南軍は戦争中に、北軍よりも多くの将軍を戦闘で失った。その比率は、南軍の場合五人のうち一人であり、北軍では十二人に一人だった。この戦死した将軍の後を補うことは戦争の、 間に続いた問題であり、しばしばその能力を超えたものを昇進させることになった。よくある批判は、ジョン・ベルフットや、ジョージ・ピケットに対してあったが、両軍とも問題だった。あるいは戦闘で重傷を負ったが、リチャード・イーウェルのように、必要とされた。この問題は特に戦争の終盤近くになって、南部の人的資源が枯渇してきた時に離困難なものになった。野戦に立った。 南軍最後の将軍は1865年6月23日に降伏したスタンドは T であり、最後まで生き残った大将はエドマンド・カービー・スミスで1893年3月28日に死んだ。ジェームズ・ロング・ストリートは1904年1月2日に死に、南軍最後の高官と考えられた。南軍の4つの階級を用いる将官の仕組みは、 現在のアメリカ陸軍と同じ構造であり、南北戦争の直後から使われた、またアメリカ海兵隊でも使われている第二次世界大戦後に使われた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。